oh, おはっうううううごきげんようまなみさんごきおおはよう葉月さんあのお体はその大丈夫ですかええ大丈夫ですああ病み上がりなので無理なさらないでくださいねええ分かっておりますええ と… あらあ… <laughs> あなたたちのやり方は生ぬるいですわこれは私たちのまなみ様が喧嘩を売られたのも同じこと違いまして転校してきてまだ日が浅いこんな庶民に。 あなた面白いことをおっしゃるのね人様の財力をあざけることができるのはご自分の力で財を成した方だと思うのですけれどあなたは生を受けてから今までの間にどれだけの稼ぎを叩き出したのかしらこれはあなただけの話ではありませんわ先祖代々受け継いだ財産を守るのも 子孫の使命だとおっしゃる方もいるでしょうけれどよく考えてみてくださいあなたが傘に着ているその家柄や財産はいつ誰が作ったものなのか戦後に財を成した家柄の方がいまだに成金と呼ばれている事実をご存知終戦の時に生まれた子が孫を成すほどの時間が流れた今でも我が周防の家の者は田舎の成金と蔑げまれておりますわ葉月さんを庶民と罵るくらい あなた方の家柄は由緒正しいものなのでしょうかもしそうだとしても編入してまだ日が浅い旧友を庶民と罵るような由緒正しさなら私は庶民のままでいたいと思いますわもうやめようよ、ま、なみさんあの子だって、ま、なみさんを思って勇気を出していってくれたのに。 けれど私は私の最愛の人葉月さんの悪口を言われて黙っていられるほど大人ではありませんのえっえっと私、ショックで耳がおかしくなっちゃったのかもああさあ 最愛の人とかなんとか <laughs> あ<ー>いいえ葉月さんの聞き間違いでもなければ私の言い間違いでもありませんわ葉月さんがどう思うが葉月さんは私の最愛の人です今回の件は少々誤解というか行き違いがありました 噂になっている口づけの話はあれはこの私が葉月さんに対して行ったものですままなみさん驚きに動けなくなっている葉月さんの唇をこの私が奪ったのです肝がミニマムな葉月さんが何も言わずに逃げてしまわれたから私、てっきり振られたのかと思って悔しくてあの噂を流したのはこの私。 何も知らないリナさんに相談して卑怯な悪意を振りまいてしまいましたですので葉月さんは完全に被害者であり加害者はこの巣防マナミですわ葉月さんだけでなくクラスの皆さんにまで迷惑をかけてしまって申し訳なく思っておりますのハ、はあ、まなみさんそれ 嘘泣きですよねそあや女の涙は武器ですのよ使えるものは有効に使わないときれいとのみではこの世界は戦い抜くことができませんわままなみーあんたやっぱりディナーを利用したのね リナさんご協力感謝しますわこここの昭和 <laughs> 褒め言葉として受け取っておきますわねリナさん皆さんが私のことを思ってくださったこと理解しておりますし感謝もしておりますけれど 今日この日以降は私周防学美は小野原葉月さんに愛を捧げる所存ですそんなわけですから皆さんも私と葉月さんとの仲を見守っていてくださいますよう心よりお願い申し上げますうんえー、っとで本音は 私の大事な葉月さんを悲しませたら私が許しませんことよクラスで立場の悪くなっていた葉月さんを助けるために自分の火を受け入れ皆さんの前で懺悔するなかなかできることじゃありませんさすがはまなみさん 我がクラスの誇りですわ。そして、小野原葉月さん。は、はいこんなこと言えた義理ではないのですが、私からもお願いします。私たちの大事なまなみさんを、どうか許して差し上げてほしいのです。え、あのー、えっと。まなみさんの言葉に気づかされましたわ。私の心の貧しさに、先ほどの、 庶民発言は取り消して謝罪します申し訳ありませんそそんな気にしてないからああ全然いいからでは許してくださるとだから最初から別に怒ってないって皆さん聞きましてなんと心の拾い方なんでしょう私はここに。 提案いたします愛美、ま、さんと葉月さんもまたベストカップルと呼べるのではないでしょうかえーっと嬉しいわ皆さんありがとうございます私たちもこの付属のベストカップルと呼ばれることになるなんてねえ葉月さんうんうん えそうね <laughs> うちの子がややこしいことしちゃって本当に申し訳なくリナ別にややこしいことしてないもんマナミさんに頼まれたことをしただけだもんいいから謝ってリナごめんなさいわ ごめんなさいえあいいよいいよ謝る必要なんてないってばほら葉月さんもこう言ってるじゃんダメ悪いことしたらごめんなさいするのが常識葉月さんもうちの子を甘やかさないであすみませんいや 結局何だったわけま無事に一件落着したってことよ。意味わかんないんですけど。 あ,あ皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしました心尽くしを用意いたしましたのでどうかこれでお許しくださればとえと、ー あーん、いいわそこまで言うなら食べてあげるさあ皆さんも遠慮なく召し上がりましょうリーナそれはホストの愛美さんのセリフだからいいのいいのう <laughs> いこと言わないリ <laughs> ーナ容疑が悪い さあさあそこの君島姉妹も遠慮しちゃダメよあっ、はああああ,あやあの子誰…誰ってまなみさんじゃないかなねえ はいはい食べて食べて口に合わないなら別のを持ってこさせるから遠慮なく言ってね <laughs> ってか誰かこの状況を説明してさすがはスオーケのお料理ね一見普通の唐揚げなのにほんと美味しいずっと食べていたくなるわに、ね、ゃ <laughs> うちのシェフに特別に作らせたんだから当たり前だってのよにゃっアイ痛いってばふん、お <laughs> いしいけど こんなんランチで怪獣できるとは思ってないでしょうね <laughs> 春巻き美味しいリナ、行儀が悪いよ注意、二回目そんなことより渚も食べなさいよスウーケのパーティーに招かれない限りは食べらんないんだからはい、食べて、うん。ね、美味しいでしょ春巻き、冷めかけてるのに 塩加減が絶妙冷めてても美味しいし熱々だったらきっとね美味しいでしょなんであなたが得意げに言うわけいいじゃないのよ相変わらずムカつく女ね心狭い私の心が狭いのは今に始まったことじゃないわちょっと聞いたこの女開き直ったわ 今回の件だってあんたが頭を下げたから幼なじみのよしみで協力してあげたのにリナなにもいいことなかったじゃないまあ,あまあこれでも悪かったって思ってんのよつうかあたしとリナさんの仲じゃないのよそんなに言わないでねまあなれなれしいリナになれなれしくしていいのはなぎさだけなんだからねまなみさんなんてブイーもうリナさんったらお子様なんだから 渚ささんの苦労が忍ばれるってものよね。私を出しにリナをからかわないで。 まなみさんが、私あら、僕よりも驚きは少ないでしょああよあの愛美さん私の知ってる愛美さんじゃないよちょっと愛美、ま、さんったらあんまり皆さんを驚かせちゃダメでしょほらそこで白目向いてる子もいるし。 驚いててただだけで白目だなんてそんそわ <laughs>、ま、私驚いて絶句してただけで変な顔とかしてないぶブ <laughs> 何言ってんのよちょっとからかっただけじゃないのこれだから庶民は庶民をバカにするなアーヤは庶民じゃないよ さっきまなみさんも言ってたじゃん庶民をバカにしちゃダメアイアは君島家の娘なの庶民じゃないの生まれはそうでも育ちは庶民よよよ違うもん違うもん私は庶民になりたーい まあ、なみさんたら周防の財産を捨てる気もう、りなそういう話をしてるんじゃないでしょ財産ね空ーに困らない分だけもらってあとは親族で好きに分けてあげたいはあうん、渚そういう話だったみたいよ 大体ね、私だって商店街の肉屋の店先でコロッケ買い食いしたーい !CD 屋で何も買わずに視聴しまくりたいしコンビニ前にたむろしてアイス食べながらグダグダおしゃべりしたーい さんが…壊れた壊れたものにもこれが素だからねううあなたたちはご存じないでしょうけど教室での私はあれただの擬態だから。 周囲が求める理想の巣王真奈美を演じてるだけであれは本当のあたしじゃないのあづき幻滅したえ幻滅ってそんなー本当にうーん それともあなたもみんなと同じように偽物の私がいい愛美さんが愛美、ま、さんらしく日々を過ごせるならどっちでもいいかな。 <laughs> あなたならそう言ってくれると思ったわ。 ああの愛美、ま、さんが葉月さんのことを好きなのはよく分かったわそうよ大好きあなたがあやさんのことを好きだって思う気持ち以上かもね私以上にあやのことを好きな子はいないわそりゃそうでしょうよあやさんは愛さんあなたのものよそうよねそうよねやだ愛美、ま、さん話は かい開示うされてどうすんのううううとりあえずこれでも持ってわうさぎさんリンゴだー <laughs> <laughs> うんっう美さんの告白兼カミングアウトの場にどうして私とあやまで呼び出されたのフッ愚問でそりゃ関係者の情報は調整しておかないといろいろまずいでしょ 関係者私もそりゃそうよ。はずきにいろいろ明かすなら、あなたにも話を通しておいた方が、はずき負担が少なくなるでしょ。なるほど。でも、愛さんに何も知らせないままだったら、今度はあなたの負担になるでしょ。アイさんとニコイチなんだから、だったら、君島姉妹をまとめて呼んじゃった方が、早いって判断したのよ。ニコイチ。 君マ姉妹ウ <laughs> ああのねもう一個質問私とアイが呼ばれた理由は分かったけどリナさんとなぎささんがここにいるのリナさんは関係者 みたいだし一部始終を知ってるんだからわざわざこの場に呼ぶ必要はないんじゃ何言ってんの必要でしょ少なくとも片棒を担か,かせたリナさんには結末をちゃんと見せてあげるのが筋ってもんでしょそうだそうだそれに一部始終を知ってるからこそ周防のご馳走を食べる権利があるのよもうリナ恥ずかしいよ リナさんに協力させたことで、渚さんにも動いてもらったし、二人は呼ぶべきだと思ったの。なるほど。うんうんうん、リナさんが昔から、うちのシェフの料理が大好きなのは知ってたしね。昔から <laughs> 実は親の仕事の関係で、この子たちとは三カ所の幼稚舎からの知り合いなんだよね。 いろいろあって知らないふりしてもらってたけど付き合いは誰よりも長いのよちなみに里奈さんとなぎさんが知らない私の情報なんて私の唇の柔らかさくらい断言したわねもちろんよ私は葉月以外にこの唇の柔らかさを教える気はないわ顔が 近い…そりゃそうよ。こうするんだもの。うん、どうこれでまだ文句あるうー文句っていうかほんとにもう頭がついていかないんですけど。はずきあなた。 私が相手だと嫌なの？あ、そうじゃない。嫌なわけない。<laughs> 混乱してるのね。可愛いい,いいわ。葉月の混乱が収まるまで待ってあげる。まなみさん、私の心は海よりも深く。空よりも広いからね。 でも多少なら待ってあげるけど選択権はあげないからそのつもりでいなさいんどういうこと拒否権はないってことよはだってあなたはあたしのものだもの<ー>これは決定事項だからはあそれともあたしじゃ不足 つまり自分で解決しろってことねああ少し考える時間が欲しいいいよそれくらい悩んでる顔も素敵だからその可愛さに免じて許してあげる、えー、そそりゃともう,うんうん でも私あんまり気が長くないからたったひらがな二文字だけの言葉あんまり待たせないでねぜぜんしょします。 私周防学美は小野原葉月さんに愛を捧げる所存です私は葉月以外にこの唇の柔らかさを教える気はないわあなたは私のものこれは決定事項だから you